今回紹介するのは「無敗営業」3つの質問と4つの力という本です営業の天才ではないからこそ書ける営業本普段から著者の営業を実際に受ける立場にある人間です世の中には営業の天才とも感じられるような人が結構います大変失礼ながら著者はそうした 営業の天才の一人ではありません。著者自身がこれまで何千回と営業商談を体当たりしながら頭で考えて丁寧に論理としてまとめたのがこの本です。営業の天才が書くような武勇伝でもなければ気案や根性論でもありません。営業とと、しして正しい状況の受け止め方と 正しい行動を積み重ねるための方法論が書かれています。営業職に就いたばかりの人が営業という仕事の本質を理解するのに役立ちそうです。また、逆に中堅の営業がスランプに陥った時などに見直しするのにも役立つ一冊だと思います。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は。 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。